ウード、ウード、スペイン語、ロードは、リュート族に分類される発言楽器、プレクトラムを用いて演奏する。中東からアラビア、イラクなど、北アフリカのモロッコにかけてのアラブ音楽文化圏で使われる。リュートやビワと禁煙であり、反乱形状の共鳴度を持ち、ネックの先が大きく沿っている。ただし、リュートやビワと違いフレットを持たない。 弦は一般に6コース11弦で10本の弦を5体の復元とし最低音の弦のみ単元である。楽器のウード並びに語源的に禁煙なルートの語源ははっきりしないがアラビア語のある有利は文字通りには藁のような形状の薄い木片を指す。よってウードの演奏に 伝統的に用いられていた木製のプレクトラムや背面に使われる薄い木ヘミや類似の皮張りの楽器とは異なる木製の共鳴板を指しているのかもしれない。の近年の研究によれば、ウードという単語は糸や弦楽器や竜とを指すペルシャ語の単語ラットの単なる借用語である可能性がある。ファーラービーによると、ウードは アダムの六世孫であるレメクによって発明されたという。この伝説では、息子の死を悲しむレメクがその死体を気にかけたという。そして息子の漂白された骨の形から、最初のウードの着想を得たという。リュート系の楽器の最古の図像的記録は、ウルクキの南部メソポタミア、現在のナーシリーアシに遡る。これは、ドミニク・コローン博士により発見された五千年以上。 前の遠藤印象上のもの、現在大英博物館に所蔵されている。トゥルク系民族の同系の楽器に、コプズ、コムズという楽器がある。かつてこの楽器には魔力があると信じられ、戦場の軍楽隊で使用された。このことは、特決碑文に記録され、軍楽隊は広大に、他のトゥルク系国家やヨーロッパ人によって使用された。音楽学者のジヌチェンタンルコルルは、 今日のウードは、中央アジア付近のトゥルク継続のコップ図から派生したものであり、追加源は彼らによって追加されたものだとしている。ウードはイラクで特に長い伝統を有しており、イラクでは、その音楽には、国の魂が宿ると言われている。9世紀のバグダードの方学者は、楽器の持つ、癒しの力を称賛し、19世紀の作家のムハンマド、シハーブはイコールディーンは、 情緒を平成に置き、心を落ち着けよみがえらせると述べた。2003年のイラク侵攻と世俗派のバース等の崩壊に伴い、世俗的音楽を、ハラーム、禁止とみなすイスラーム過激派の増加によって、多くのウード演奏者と教師は、潜伏や亡命を余儀なくさせられた。ネック、ウードは、その他の多くの発言楽器と異なり、ネック、サオ、ニ、フレット、柱を持たない。 それにより奏者はクリスサンドやトリルの技法をよりよく表現できる。またフレットがないことによりマカームに見られる微分音を演奏できる。ウードにフレットがないのは広大の改良の結果である。1100年頃のウードにはフレットが存在したが、1300年にはフレットは消失した。ウードからフレットが覗かれたことは、 中東音楽の発展が装飾音を重視していたことを反映している。弦、多くのウードは11本の弦を持つ。10本の弦は5コースの復元であり、11本目の弦は最低音の1本で単弦である。ウードの演奏に用いる力は、現代のギターに比べると軽い。ペグボックス、ウードのペグボックス、糸グラは、ネックから45度から90度曲がっている。 銅、ウードの銅の背面は半段形状に膨らんでおり、ギターの背面のように平らではない。この設計によってウードは、共鳴を生み出し、複雑な音色を作る。サウンドホール、ウードには1から3のサウンドホールがある。ウードのプレクトラムの長さは、人差し指よりも少し長い。アラビア語ではこのプレクトラムを、リーシャ、リーシュ、または、リシャといい、トルコでは、 ムシラッペという。伝統的には、ウードのプレクトラムは、鷹のウジクや亀の甲羅を使って作る。しかし今日では、安いプラスチック製のプレクトラムが一般的である。ウード奏者は、プレクトラムの質への要求が厳しく、通常はプラスチック製品から自作する。ウード奏者は、サンドペーパーで、プレクトラムのヘリを尖らせて、最高の音色が出せるように気をつける。 以下は各地のウードの種類であり、こうしたウードは形状や調律に大きな差がある。トルコ語とギリシアやアルメニアで使用される類型を含み、ギリシアではオーチという。大きさはより小さく、ネックがより短く、音がより高く、音色がより明瞭である。アラブウードより小型で、アラブウードと音調が異なり、音高がより高い。トルコウードと似るが、 より小さい。北アフリカのウードだが、すでに使用する人がいない。ギリシアの楽器のとは、その形はウードに似るが、双方が大いに異なり、フレットを持つ。その源流は、ビザンティン流とビザンティンルッツに遡る。ラウトは、クレタ島で使用される。ウードには、各種の調律法がある。 以下に述べる調律は最下部の単元から最上部の草原への順の配列である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。